ッキーはい、今日は東京店より車両紹介させていただきます。ちょっと今日は変わった思考でお届けしたいと思います。同じメーカーのアストンマーチンの2台になるんですけれども、ちょっとこれ中身がかなり違うらしいんで、ちょっとその辺を東京店の板尾さんに紹介していただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあこっちから行く。はい、はい、そうですね。はい、じゃあ先にちょっと紹介させていただきますのが、はい、アストンマーティンのバンテー、V12 バンテージの AMR というお車になります。こちら、まあ、ちょっと見たからにすごい派手なお車になってますが、V12 の方が世界限定100台というお車になっています。で、まあ、AMR ということで、アストンマーティンレーシングというお車でございます。もうまんま外観がレーシングですね、はい、そうですね、はい、ふんだんにちょっとメーカーのオプションパーツがついておりますが、まずちょっと特徴的なのがカラーリング、スターリンググリーンに、はい、ライムグリーンのアクセントが入っておりますが、こちらオプションでハロパックっていうパックがあるんですが、それをお選びいただけるとこの色になりますということで、通常はまあ4色なんですが5色目の色ということでその色になっています。もともとこの色が2016年の世界、耐久選手権で勝ったバンテージ GTE のカラーリングを模した、色になっておりますので、またまた特別感があるのかなと、はい、思います。どうしましょうか。じゃあド派手な外観にこのふんだんに使われたこのカーボンパーツが、はい、そうですね、めちゃめちゃレーシーですね。もともとちょっとこのボンネットのこの辺のカーボンはもともともう標準でついてるんですが、はい、あとまあグリルも標準ですかね、はいはい、ただ下のこのフロントエアロというんですかね、はいはい、はもうこれオプションで、なるほど、はい、エアロパックっていうのがまたありますので、そちらがついてる状況ですね。まんま、はい、まんまレーシングカーですね。そのレーシングカーです、はい、であと、はい、まあ、ところどころですね、アクセントでやっぱりライムグリーンが入ってるんですが、はい、こちらもオプションで入れてる色になります。あ、これもオプションなんですね。ここはオプションなんです、はい、ここはもともとセンターはもともと入ってるんですが、この辺はオプションで、はい、それぞれちょっと入ってるような形になります。あとまあちょっと今横から撮っていただいてますが、はい、ご覧の通りだいぶ車高も低くなってますが、なってますよね、はい、ホイールもなんかめちゃくちゃかっこいいのがついてますけど、まず、はい、アラゴスタの車庫帳に、はい、ロベルタのリフティングキットをフロントのみちょっと付けさせてもらって、はい、後ほど実演してみましょうか、はいはい、であと、まあ、AVD1 の20インチを履いているような状況ですね、はい、アメリカのオーダー単造ホイールですね。そうですね、単造になります、はい、これ削り込みすごいですね。めちゃくちゃかっこいいですね。ちょっとこれ、はい、入ってきて洗車したんですが、はい、意外と洗車しやすいですよ、はい、洗車しやすいです、はい、でもこの車用に、はい、そうですね、作ったホイールですね、 ですね、はいはい、でまあ、今映ってるかもしれませんがブレーキはもうカーボン、はいはい、カーボンブレーキが、はいはい、これも止まりそうですね。そうですね、これも AMR だけの、まあ、標準装備、あ、そうなんですね、はい、になってます。はい、外観こんな感じでしょうか。そうですね、で、はい、あとちょっと後ろなんですが、はい、もともと GT ウィングの、がついてるですね、で、はい、まあ、エアロパックにしていただくと GT ウィングもカーボンなんですが、はい、それを取っ払いましてスムージングをさせていただいております。もうついてた痕跡がゼロです、はい、ゼロです、はい、全く分かりません。ちょっと派手すぎるのがちょっと苦手だなっていう人はもう持ってこいな外観になってますよね、ですね、はい、なるほど。あと、はい、オプションでやっぱりちょっとエキゾーストもチタンの、はいはい、あ、そうなんですね、フルチタニウムエキゾーストになってます。14キロほどなんか軽量化されてるということで、さらにレーシーになっておりますね。じゃあもうスペシャルな車がスペシャルにカスタマイズされてる、はい、されてるっていう状況でございます。ちょっと開けちゃいます。わー、でまず今、はい、一番これちょっと特徴的というか、はい、7速マニュアルミッションになってます。すごいっすよね、はい、この車でマニュアルですよ。マニュアルです。しかも7速っていう、7速です。7速目どこ入れればいいんですかって感じですね。そうですね、で、はい、一応よく使われる、
2速から7速を、はい、まあ、エッジ型にこう配してますので、なんていうんですかね、あのシフトのスムーズさはあるかと思います。あ、なるほど、はい、あと、まあ、使い勝手は悪くないですね。でエンジンこう引っ張っていただいても、はいはい、まあ、なんですか、あの車の方で自動的に回転合わせをしてくれる、はい、あ、なるほど、はい、Aimシフトになってますので、はいはい、まあ、本当に引っ張っていただいてからシフトチェンジする際も、はいはい、まあ、ヒール2とかしなくても、はいはい、行けるっていう車ですかね。じゃ、特別な技術がなくて も、はい、もう全然乗りこなせちゃうっていう使いやすさも持ってるってことですね、はい、持ってます、はい、であインテリアもあのカーボンパック入ってますので、はい、もうこのセンターコンソールがもうびっしりカーボンで埋まっております。でこの内装は一応レザーとアルカンタラ、で締められてますので、ダッシュ周りからや、ルーフ、はいはい、あとシートもオプションで軽量カーボンの、アストンマーチンのこう個性が爆発してますね、爆発します、はい、もうこれでも確定ぐらいになってますね、癖強めですねこれ、はいはい、ちょっとなかなかないこれ1台になるかと思いますので、はい、内装もちょっとこうスイッチ類もシンプルで、そうですね、はい、あと、まあ、ちょっと今映ってないと思うんですが、はいはい、まあ、ドアの、はい、内張りはもうフルカーボンということで、これもなかなか、はい、すごいですよね、これすごいと思います。パネル自体がカーボン、カーボンですね、はい、でちょっとアルカンタラの、まあ、あの肘掛けというか、まあ、当たるところはアルカンタラになってますね。なるほど、いやすごい車これ、はい、あと、まあ、そうですね、スピーカーなんかもバンガー&ウォルフセンに変わってたりですとか、ニョキニョキって出てくるやつですね、そうですね、はい、この辺もオプションで取り付けられてますね。なるほど、すごいです。もうアストンマーチン好きというか、アストンマーチンのこのバンテージのもう究極のやつですからね。究極のやつです、はい、じゃあそれじゃあ続けてこちらの車を紹介していただきたいと思います、はい、でこちらはこの次の方のバンテージですよね。そうですね、あの新しい現行型っていうんですかね、はい、のバンテージになってます。はい、でこちらは特に限定車とかっていうわけではない、通常のお車っていうことになってます、はい、でちょっと先ほど、はい、あのさっきあの土方さんに、はい、あのちょっと講習を受けまして、僕、はいはい、いろいろ教えてもらったんですけど、じゃあもう全然違う車なんですね。そうですね、全然全く違う車に、はい、びっくりしました僕、はいはい、もう本当に後継なんですけど、もう全然まるで違う車になってるっていう、はい、で外観はこうバンテージらしさというか、こう曲線が、はい、あのうまく使ったデザインになってますね。なるほど、これすごいですね、後ろの迫力が。そうですね、もうディフューザーとこんなになっちゃってますね。テールもこうシュッ、でこのボディのサイズ感だったりとか、なんかそのボディのラインだったりとか、なんかこう、はい、アストンマーチンらしさというか、マーチンらしさが出てますよね。バンテージらしさを残して、はい、なるほど、前回りもちょっともうなんか前代よりかシュッとさせた感じですかね。ロー&ワイドみたいなイメージでこう、はいはい、作ってますので非常にあのかっこいいというか、はい、シュッとしましたよね、シュッとしてますね全体的に、はいはい、でこれ何が違うかっていうと、もう中身が全然違うんですよ、ね、そうですね、僕さっき聞いてびっくりしちゃいました、はい、本当に、はいはい、ちょっとそしたら、まあ中をまあ、内装の紹介、そうです、ね、エンジンの紹介よろしいでしょうか、はい、でまずスマートキーが、はい、ついてますね。ついたんですよね、はい、つきました、はい、ロックされてても、うん、ちょっとロックしましょうか、こっちですよね、はい、はい、でもこう出せば解除されるっていう、もう現代の車ですね。もう普通に、まあ、現代の車っていうとあれですけど、そうですね、はいはい、そういうこう余計な便利機能がなかったのもこう先代アストンですけど、もう本当に今の高級車と変わらない、こう、はい、スマートキー機能と便利機能がもうついてまいりました、はい、でロックするときは逆をこっち押すんですよね。はい、わすごい、もう鍵は使い勝手もいいし、そうですね、もう閉まったままでいけますね、はい、鍵は、はい、でこの先の紹介出てきますけど、これがなんかそのベンツ その技術が投入されてるんですよね、はい、さようでございます。あ、この窓が下がるのもね、もう BM とかメルセデスだとこう当たり前だけど、はい、その辺なかったじゃないですか、ないですね、イギリス車って、はい、それがちゃんとこう開くときにこう窓がちょっと下がってから開くっていう、すごい、もうここで僕びっくりしちゃいましたもん。そうですよね、はい、でちょっとじゃあ中も紹介してもらっていいですか、はい、そしたらじゃあ僕も向こうもありましょうかね、はい、いやもう本当にこのなんていうんですかね、
僕的にはすごくこう良くなったと思うんですよ、ね、はい、良、はい、くなりましたね、はい、もう本当に多分欧州車詳しい方だと多分すぐ見てあれって思うと思うんですけど、はい、もうベンツなんですよね、なんかそうですね、はい、メルセデスなんですよ、スイッチとか見ていただくと、がスイッチそうですね、見ていただくと、はい、メルセデスの、はい、で僕いろいろこうスイッチとか触ったんですけど、はい、もう先代アストンの作りと全然違うんですよそうです、ね、スイッチとかこうもうドイツ車のこうスイッチの触り心地なんですよね、はいはい、でもこのコマンダーなんかもう思いっきりこう原稿メルセデスのコマンダーとスイッチとでこの辺のこう5連というかこう並んでるボタンデザインとかはなんかこう先代というかまあアストンマーチンのデザインを継承しつつこういう押し心地とかはもう思いっきりメルセデスですよね。はい、ですごいのがこのちょっとキーオンにしましょうか。ありがとうございます。このメニューがもうメルセデスっていう。そうですね、はい、これもう思いっきり車が違うだけでメルセデスですよね。すごい、なんだろうこの安心感。いやもう本当にメルセデスお乗りの方ですとあれって思われちゃうような、思われちゃいますよね、はい、これアストンっていうような感じになっちゃう、ね、このパドルとか、はいはい、なんか聞いたらこの辺のレバー類なんかも全部、はい、全部メルセデスと、そのまんま使ってますね、はい、すごい。先代のアストンのこう何ですかね、癖というか、はい、アストンらしさが好きな方だとちょっとそれが薄れて残念ってよく言われるらしいですけど、現行は現行でこれまた別の魅力があります、ね、まあ、良さはあると思います、はい、なんていうか安心感というか、はい、こうもう毎日乗れるなっていう感じが。そうですね、はい、乗っていただくと分かるんですが、はい、非常に運転しやすいアストンです。なるほど、はい、すごい、はい、これいいですね。でこの辺のシートのこのスイッチ類なんかもちょっと気が利いたデザインになって、操作性もなんかこう先代モデルとちょっと違うんですよね。そうですね、ちょっとカチッてきますね、はい、感じですね。いやこれ僕どっちかっていうとこっちハマっちゃいました、ね、ですか。あ、そうですか、はい、でこれエンジンもあれなんですよね。エンジンもでございます、メルセデスの、メルセデスね、はい、だからちょっとかけてみていいですか。はい、どうぞ。まあ、よく聞く音ですね。そうなんです、よく聞く音ですよね。63の音なんですねこれ。よく聞く音です、ね、はい、でもう C63 クーペそうですね、はい、に乗ってるかのようにこう錯覚しちゃうぐらい、はい、でところどころちゃんとこうアストンらしさ、こう例えばバイザーとか、はいはい、スイッチ類とか残ってますよね。残しつつ、はい、なんかこうメカニカルな部分がメルセデスになってるっていう、すごいですこれさっき僕教えてもらって、はい、ちょっと衝撃受けちゃいました本当に、はい、で、あとは今回トランクスルーになってるんでこれ倒しちゃいましょうか、はいはい、これ後ろが結構こうトランクにそのままつながってるんで、だから2シーターなのに全然圧迫感がないんですよね。で仕切りもこれ出そうと思えば出せるんですよね。こんな感じ で、ね、はい、立てていただくと仕切りがつきますので、はい、荷物を置いといていただいても後ろにこう流れていくことがありませんので、ちょっとしたものをこうポンと置いていただくのには便利かと思いますね。で結構クーペなのにこのトランクの容量、はい、広く作ってありますの ですよ、ね、はい、ゴルフ行けちゃいますよねこれだったら。ゴルフ行けますね、まあ、バック行けるかなって感じ、ちょっと厳しいと思うんで、はい、これやっていただいて、はい、こう乗っけていただくのも一つの手かなと、はい、打ちっぱなしぐらいだったら全然行けちゃいますね。全然行けます、ね、はい、すごい、なんでしょうこのすごく乗りやすく進化してる、進化してますね。うわあ、なんかすごく良さをこう知らなかったんで教えてもらってすごく衝撃的です。ちょっとやっぱりアストンっていうとちょっとこう敷居が高いのかなとかっていろいろあると思うんですけど、僕もそう思ってたんですよね、はい、ちょっとこう癖が強いなとか、ね、ちょっと敷居が高い車だなっていう感じはしてたんですけど、なんですけど実際こちらの方になってからはもう本当にめちゃくちゃいい車ですね、はい、これ変わってますので、びっくりしちゃいました。ぜひやっぱりね、はい、体感していただくと良さわかると思うんですけれども、ですよね、なかなか試乗とかってできないと思うので、ですよね、はい、僕全然、まあ、恥ずかしながら全然知らなかったです、はいはい、ちょっとそしたらエンジンルームも続けてみていいですか、はい、どうぞ。あー、なるほど、はい、ちょっとこの辺のレイアウトこそ違うけどやっぱり63ですね。63ですね、はい、この辺見ていただくとすごい。いやー、じゃあもう全然ガラッと変わったんですね。ガラッと変わってますね。なるほど。いや本当に恥ずかしながら知りませんでした。
やすごい車で、今度からちょっと毎回聞こうかなと思うんですけど、もちろんそのボンド基準で厳選した車両なんで、はい、そのまま乗っていただいてもいいと思うんですけど、はい、例えばこれに手を加えるなんてこともできるんですよね。もちろんうちの得意技ですので、はいですよね、はい、でこちらの車両のように、はい、タイヤホイール変えたりだとか、はいはい、あとはローダウンしたりだとか、はいはい、あとはタイヤホイールだけじゃなくて、はい、エアロパーツもさらにその先を求める方には、はい、エアロパーツなんていう選択肢もあるんですよね。ありますありますあります、はい、何でもできちゃいます、ね、何でも大丈夫です、はい、じゃあ、はい、現行バンテージのカスタマイズもお任せくださいということで、はいはい、うちの内山がおりますので大丈夫でございます。はい、はい、というわけで今回はボンドカーズ東京より、同じアストンマーチンバンテージなんですけれども、全然個性の違う2台をご紹介させていただきました。車両の詳細はそれぞれ動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。だってこの音が切り替わって、このモードの切り替えで音が切り替わるのとかもまんま63ですもん。だってもうなんかこの聞き慣れた、はい、もうなんか安心感がありますよ、はい、安心感のある音スポーツプラス、この聞き慣れたこの安心感のある音、いやもう本当に恥ずかしながら知らなかったですけど、これすごいいい車、びっくりしたっす。でも本当に土方さんが言うように、本当に正常進化のあれかもしれないですね、はい、なんかこうポルシェが空冷から水冷になった時みたいに、こう結構残念がある人もいたけど、結局それがやっぱり良かったよね、壊れない最新こそ最良だっけじゃないけど、やっぱりいいところはどんどん吸収して良さを残していくっていう。アストン・マーティンというメーカーが自ら AMG をパートナーとして選んだんだと思っていただければ、僕は褒めるべき、はい、偉そうな言い方になっちゃいますけど、はい、称賛すべき出来事かなって捉えてます、はい、まあ、アストン・マーティンというメーカーが大好きなので、はい、この進化は嬉しいですね。本当にいい車です。本当にびっくりしたっすもん今日。本当に土方さん講習受けてよかったっす本当によかった。いやいや、はい、僕も全然知らないから、はい、みんなでこういろいろ見てて、いやもう入り口にこうアスト2台止めて、なんか東京店結構ちょっと癖強めにこう結構思わないですか。だっていや思いますよ。ですよね、はい、ただこれはあの使えないかもしれないですけど、はい、入ってくると、はい、いやおそろくの前だから大丈夫かよ、はい、みたいな、すごい感じの雰囲気がありつつ、はい、でもやっぱり楽しんでもらいたいってのがあるからね。確かに目でもこれはちょっと皆さんに知っていただいた方がいいですね。いや、いいと思います。本当にそう思いました、うん、まあ、AMG で言えば、はい、次期 C63 はもう V8 を捨ててしまうので、はいはいはい、間違いなく2リッターになるはい、はい、いう話があるので、はい、こういうパッケージングのスポーツカーっていうのはどれだけ残るか、アストンが面白いのは FR です。あーですよね伝統的なそのスポーツカーという作り、そのくくりの中でこだわった車が僕はおすすめです。